진짜 와서 부끄러워. 아, 영화밖에 없었거든요. 진짜 감사합니다. 本日はネットフリックスの新しいドラマ、ファンホンのメイキング映像を持ってきました。なぜ韓国の俳優は必ずドラマで脱ぐんでしょうね。ね。変わらずファンホンも脱いでましたよ。やっぱり。まあでも、みんななんでこんなにマッチョなんだろうって。いや、モンちゃんって言いますよね、マッチョのこと。ね。みんなすごいモンちゃんだなと思ったんですけど、まあ書いてある通りですよね。皆さんご覧になってわかると思うんですけど、3ヶ月間頑張って体作りをしてたって言ってますね。で、ここではですね、チャンマンタルギーモチャンチ、僕はリラックスモードで一言で訳しましたけど、チャンマンスラプターっていう、言い方があるんですよ。これはまあ、チャンナナダとほぼ同じですね。なので、まあ、遊んでるっていう意味です。リラックスみたいな感じで、まあ、訳していただきました。ここですよね。ここは、ちょぴょばっけ없었거든요ですよね。で、意訳して僕、筋肉なかったんですよって意訳しましたけど、これを直訳すると、骨しかなかったんですよ、なんですよ。本当かよって思いますよね。この体してて、本当に骨しかなかったのかよと思うんですが、まあ、3ヶ月間頑張ったんでしょうね。で、それに対して、ムドギがですね、원래って聞くんですよね。もともとそうなのって聞いてるんです。で、ここでポイントはですね、없었거든요の敬語を使ってますね、イージェクが。それは、ジョンソミンの方が年上ってことですね。調べてみたら、ジョンソミン33歳のイージェク24歳だったから、約10歳も年上なんですよね。まあ、会話からそういうのもわかるんで面白いですよね。すごい。あれだ。ホスゴやった動画。틈틈이사투리연습도착실하게。隙間時間に方言の練習もきちんと。これはすごいいい、表現がいっぱい入ってるんですけど、まずツムツミですね。ツムツミは時々っていうふうにも訳すんですけど、隙間時間に時間を活用して勉強する、練習するみたいな意味があるので、隙間時間にって訳した方が近いです。あと、サトリは方言ですね。着手はげ、着手はだ。これはもうきちっとやる。っていう意味なので、これ使えるとすごいですね。あとはこのシーン。このシーンはね、よく使うので、覚えておくといいです。すごい減った、兄だ、ほすごい減ったって言うじゃないですか。すごい減ったはご苦労さんみたいな感じじゃないですか。だけど、よく、兄だ、ほすごい減ったっていう言い方するんですよ。これは、いや、無駄だったねと。要は逆のことを言ってるんですよね。言葉も面白くて、数語ハーダーの前に、ホッが入ることによって真逆の意味になるんですよね。なので、覚えとくと、すごく便利に使えると思います。자자자자
이제 느낌 새침 뭐가 뭐가 됐든 야 고개를 살짝 돌리든 뭐 이런 거. ここの表現いいですね。촬영전오손도손담소도빠지지않고。撮影前に和気あいあい談笑も忘れず。오손도손がいいですね。和気あいあい。あと、빠지지않다。まあ、これ、意訳で忘れずって、訳しましたが、빠지지않다は抜けないっていう意味なんですよ。なので、談笑も、まあ、抜けないって変なので、談笑も続いてるよっていう意味になりますね。ここもいいですよね。지독한도련님의투정에갇혀버림。ちょっと意訳しまして、すさまじい勢いでただをこねるって意訳しましたけど、まず지독하다ですね。すさまじい。あと、투정에갇혀버림っていうのはあんまり言わないです。これはメイキング映像なので、極力面白化してるんですよ。なので、本当は、トゥジャンブリだ。ただをこねる。というふうに使いますね。다시본다끄덕끄덕저오케이됐어요감독님저다시또갈게요예자기가생각해도너무웃긴끄덕임크크크自分で考えても너무웃기다面白すぎる끄덕이다うなずきですね。で、このクククは皆さんご存知ですかね。わかりますか。よく韓国人ってまあカトクって言いますよね。カカオトーク、まあ、日本では LINE で韓国ではカカオトーク使ってるんですけど、こうね、笑いっていう絵文字を送るときは、このクククを使います。これぜひ皆さんも使ってみてくださいね。あ、これ、물에서냄새が난다。もう냄새が난다는요？이거、이거、이거、하나만다틀렸을때。このシーンでは、監督님마음에쏙든무덕이애드리브。監督が気に入った무덕のアドリブですね。마음에쏙들다。とても気に入ってる。마음에쏙들다。これ覚えとくといいですね。なんかね、僕はメイキング映像を結構見るんですけど、韓国の俳優女優ってすごいアドリブしますよね。ね。どうなんだろう。日本もするのかな。ちょっと日本のこういうメイキング映像は見たことはないんでわからないんですけど、面白いですよね。本日の最後の韓国語ですね。두사람의티키타카귀여운촬영완료。気が合う二人の可愛い撮影完了ということで、ここではティキタカですね。とても気が合うっていう意味なんですが、ごめんなさい、僕はですね、40オーバーでして、これを日常会話で使ったことがございません。おそらく10代の皆さんが使ってるかと思います。なので、このチャンネルをご覧になっている10代の皆様、ぜひ韓国に行ったら使ってみてください。では、本日はここまでとなっております。ではまた！